立つため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に、海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは、世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで、海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前に、それぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り、新たな冒険を始めたルフィたちの前に、秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は、国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味は、ビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかしその英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは、みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができれば、アラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。タシギ、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が。了解です。今度こそ
海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろ。やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガスディエース。弟をね、探してんだ。変わらねえな、ルフィ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか？あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから、3年早く島を出たんだ。しかし、兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだ、エースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も？生身の人間に？そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって？こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、紙切れじゃんか。そいつを持ってろ。ずっとだ。その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか？ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。来いよ、高見へ、ルフィ。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、きっとまだ間に合うわ。とにかく先を急ぎましょう。やめた。は？おい、ルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前、100万の人間が激突してえれえ事態になっちまうんだぞ。つまんねえ。何を、こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか？その町についても俺たちは何もすることはねえ。海賊だからな。こいつは考えもなしにたまに確信をつくよな。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも俺たちもみんな。七部会が相手で
もう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何よ。お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよクロコダイルの居場所。クロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、再びスモーカーに追撃され、ビビ、サンジ、チョッパーとはぐれてしまう。スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった。巧妙な罠だ。ああ、しようがなかった。避けられた罠よ。あと先考えずに突っ込むなんてバッカじゃないの、あんたたち。まったくだ。あんたもよ。こんな時に私たちを追い回すからこんなことになってんじゃない。共に死にゆく者同士仲良くやればいいじゃねえか、クロコダイル。ああ、噂通りの野犬だな、スモーカー君。アナから俺を味方とは思ってくれてねえようだ。だが正解だ。てめえには事故死してもらうことにしよう。小物相手によく戦ったと政府には報告してるさ。あいつが七部会の一人か。お前がクロコダイル。おい、俺と勝負しろ。まあそう吠えるな。ちょうど頃合い、パーティーの始まる時間だ。違うか、ミス・オール・サンデー。ええ、間もなく反乱軍がアルバーナに向かって動き出す。さて、俺たちは一足先に失礼するとしよう。アルバーナで大事な用があるんでな。プル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 。こちらはクソレストラン。てめえ、一体何者だ。俺か。俺はミスター・プリンス。うちのクルーたちが世話になってるようだな。ミスター・プリンス、今どこにいる。そりゃ言えねえな。言えばお前は抵抗ずらせやがって。もしもし、レインディナーズの前で妙な男を捕らえました。ガチャ。こりゃいい。見物に行くぞ、ミス・オール・サンデー。言い忘れてたが、この部屋はじきに水に沈む。じゃあな、麦わらのルフィ。みんな、ビビ、なんとかしろ。ここから俺たちを出せ。
ないと。もう内乱が始まっちゃったの。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。一体何があったのかしら。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい、プリンセス。あだよ、クソワニ。あの雑魚どもも、もう許さん。即刻この手で皆殺しにしてやる。さっきの部屋はもう湖に沈んだか。間一髪だったぜ。おい、生きてるか、ルフィ。ったく、能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。ロドノは、なぜ俺を助けた。船長命令を聞いただけだ。こいつの気まぐれさ、別に感謝もしなくていいと思うぜ。クロコダイルはどこだ。あ、気がついた。うわ、煙やんのか、お前。行け。今回だけだぜ。俺がてめえらを見逃すのは。次に会ったら命はないと思え、麦わらのルフィ。さあ行こうぜ。アルバーナはどっちだ。向こう、東へまっすぐよ。俺、お前嫌いじゃねえな。さっさと行け。少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分。これ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。くざんの。頼むの、まずいか。アゲット。アゲット。それ以上お前に付き合ってる暇はない。アルバーナへ向かうとしよう。待てよ、勝負はついてねえぞ。俺を誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ、麦わらのルフィ。このグランドラインにゃよ。苦しそうだな。だが、じきに楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？
D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。もう来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとう、みんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。わかったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。変態が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。誰？あんた誰？俺の名はサンジ、海の一流国。この国に手を出すな。切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。こういう奥義。それは鉄でも切れる男になってるってわけ。何分持つかと諦めろ。俺は今まで剣士と名乗りだが傷一つつけられたことはない。お前の核は知らねえ。
そういう思い出話はアルバムにでもしまってくれ。そういう安らかに死ね。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか、上等。一刀に居合い、死死孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。ええ、アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし、最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら、私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞ、あいつ！あの奥、ワニっぽいな。かぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。
駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。諦めろ。君が国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んでいく。死んだ時はそれはそれだ。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストームラスパーナ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は、麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに、船は無事だと連絡が入る。その相手は、敵として戦ったミスター2、ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オオカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてなら罰がいい。
なんで？海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ